なったの？本当に行きたくなりました、マジで。で、それからモチベの源泉がこれですっていうのを喋り、稲山と申します、よろしくお願いします。稲山さんの選考結果なんですけれども、どうも、しゅんです。こんにちは。富山県にある成長ベンチャーのアンダスさんという会社にお邪魔しています。前回の動画で稲山くんが1日体験入社をさせていただいたんですけども、その入社体験で稲山くんが入社意欲が上がったということで、今回はですね、最終面接の位置づけにあるビジョンプレゼンというのをさせていただこうと思います。旬ダイレでシリーズ企画となっている登竜門企画、大人3名の方に対して就活生がプレゼンするという企画に関連した企画なんですけども、今回はアンダスさんの代表の広岡さんはじめ11名の社員さんに本日は来ていただきました。よろしくお願いします。どうぞ。株式会社アンダスの代表取締役社長の広岡と申します。アンダスの魅力を一言で言うと、やはり人です。最初に簡単に意気込みをお願いしてもよろしいですか？めちゃくちゃ緊張するんですけど、楽しもうと思います。改めまして稲山と申します。よろしくお願いします。何をお話しさせていただくかというところなんですけど、僕の挑戦を皆さんに応援していただきたいというところで、僕は入社したいですというところを伝えて皆さんに応援していただくというのが今回の目的だと思っています。話す内容としては、僕のバリューとして、どういうエピソードでどういう価値観を持っているのかというところを自己紹介させていただいて、次にビジョンというところで僕が何をしていきたいのかというところをお話しさせていただきます。最後、アンダスさんとのつながりというところでお話を締めさせていただきますので、よろしくお願いします。まずバリューということで自己紹介を始めます。一橋大学小学部3年生の稲山です。出身がディズニーのところで、家族構成3兄弟の長男です。好きな色ピンクで、最近の思い出はハロウィンと運動会をサークルでやったことです。で、性格は趣味は陽キャ、根は陰キャっていう形でやっておりまして、これでみんなに大体覚えてもらってます。経歴は緑の予備校のチューターをやってて、そこから旬ダイアリーで今インターンしてます。趣味はドライブ、スノボー、バドミントンで、コアの価値観は正直っていうところで、自分に嘘があんまりつけないタイプなので正直な人間ですっていうところで、エピソードトークってところで、小学校、中学校、高校、大学っていう順番で、僕がどんなことしてどんな価値観だったのかっていうのをお話しさせていただきます。僕は最初消極的なサッカー小学生でした。根はめちゃくちゃ真面目なんですけど、自分の意見を言えないみたいな学生で、どのくらい言えなかったかっていうと、サッカーを始めたのが父親と母親に優しくサッカーやってみないって言われて、それすらも断れなくて、サッカーを始めてサッカー好きじゃなかったんで、下手になっていくんですけど、下手と嫌いがこう循環していって、どんどんやめたいと思ってるんですけど、それすらも言えないみたいな、そんな学生でした。なんでこんな感じだったかっていうと、原因としては自己肯定感の低さがあるのかなと思ってて、自分が価値のある人間だっていうのを自分で認識できてなかったところが一番大きかったかなと思ってます。そんな学生が大きく変わったのが中学生なんですけど、題名は飛躍のガリ勉中学生というところで、コンプレックスの塊だった僕なんですけど、偶然ある2つのことをきっかけに自己肯定感が上がっていきます。1つが勉強が自分の武器だっていうところに気づいたっていうところです。もう1つがおふざけからで受けたっていうところで、それまで本当にクラスの隅っこで読書とかしてたタイプなんですけど、おふざけからで一発ギャグとかやってみると意外にみんな笑ってくれて、それがすごい嬉しいなっていうところで、自分の価値を自分で認められるようになって自己肯定感が上がってきました。そんな、自己肯定感が上がってきて、高校ではコミットを覚えます。僕の高校生活はバドミントンと受験勉強で、もう本当にこの2つで語り尽くせる感じです。で、これに対して異常なコミットをしてたなと自分では思ってます。どんぐらい異常だったかっていうところでいくと、まず受験勉強での話でいくと、僕高校2年生ぐらいまでクラスのビリとかだったんですけど、模試でやらかしちゃったのをきっかけに、受験勉強にシフトし始めて、勉強と部活以外しない生活を始めて、例えば通学の時間とか、エスカレーターエレベーターの時間ももちろんなんですけど、信号待ちの時間とか、トイレに行く時間もずっと参考書を手放さずに勉強してました。こんな感じで本当に異常なコミットを覚えたのが高校生でした。サッカーは全然コミットできなかったのに、なんで受験勉強とかバドミントンはコミットできたのかっていうところでいくと、僕の中ではこういった整理を行っていて、武器に基づくまず自信が生まれて、そこから自分に対して正直になるっていうところに勇気を持ってたのが一番大きいかなと思ってます。で、自分に対して正直になれたところで、選んだものを正解にしたいなって思いがどんどん強くなってきて、異常なコミット力が発生したのかなと自分では思ってます。そんなコミットの高校生が次に大学で得たものが縁だと思っていて、いろんな人との関わりの中で、大学生活で主に他者貢献とリーダー経験の、大きく2つを得たかなと思ってます。大きく2つのエピソードから得たかなと思ってて、1つが予備校での受験生指導で、もう一つが今ダイアリーでやらせてもらってるインターンなんですけど、このモチベーションとして他者貢献で、誰かに頼られたいとか、めちゃくちゃ頑張ってる人に頼られたいって思いが、ものすごく強いなと思ってます。で、予備校の話でいくと、第一志望校合格に向けて死ぬ者狂いで頑張ってる受験生とかに応援させてもらって、その第一志望校合格が達成された時にめちゃくちゃ達成感があったりとか、企画とかもやったんですけど、その企画を通して生徒さんにこの企画のおかげで人生変わりましたって言ってもらえて、もうそれがものすごく嬉しくて、
それまでなんか自分中心で、まあ、なんかコミットしたり正直になったりしてたんですけど、まあ、だんだん他者貢献というか誰かに頼られることがめちゃくちゃ嬉しいんだなっていうところを自覚して他者貢献の価値観が自分の中で大きく刺さりました。で今ダイヤルでやってるインターンも他者貢献のモチベーションが一番大きいんですけど、本当に思いを持って必死に働いてる社員さんとか代表とかを見ていて、その人たちに対して必要な不可欠な価値貢献がしたいなっていうところから、まあ、ダイヤルでのインターン頑張れてるので、まあ、そういったところで頼られたいとか他者貢献がしたいみたいなところが大学で得られた一つ目かなと思ってます。で2つ目がリーダー経験なんですけど、僕今まで本当に高校生までリーダー経験とか一回もやったことなかったんですけど、ずっとリーダーに憧れていて、で大学でまあリーダー経験やらせてもらう機会があったのでやらせてもらったみたいな感じです。まあ、僕の人生は大体キーワード4つでまとめられるかなと思っていて、自分に対して正直なところと、自分で選んだものに対して必死にコミットしていくこと、あと他人から頼られることが僕のモチベーションであって、まあ、リーダー経験とかがずっとやっていきたいものかなと思ってます。長くなったんですけど僕の自己紹介は終わりです。でここからじゃあどんなことしていきたいのかっていうところをお話しさせていただきます。端的に申し上げると、僕のビジョンは日本一の企業の経営者の右腕になりたいなと思ってます。経営者の右腕の定義なんですけど、まあ、経営者だったりとか企業が成し遂げたい目標があって、それを達成するために生じてくる曖昧な問題っていうのを自ら解決していく存在かなと思ってて、例えばこの事業で売り上げ上げたいなと思ったら、まあ、そこに対してまで自ら立候補するのもいいですし、経営者から投げられたボールをまあどんどん解決していく存在みたいなところかなと思ってます。なんでこれがしたいのかっていうところでいくと、まあ、僕の原体験からこれがモチベーションになると考えてるんですけど、思いを持って人生をかけて頑張る人に対して必要不可欠な価値貢献がしたいなっていうところがずっとあって、受験生指導もそうだったりとか、今のダイヤルのインターンも先ほど申し上げた通りなんですけど、こういう人たちにとって必要不可欠な価値貢献ができた時に、まあ、自分が一番幸せだなと感じれるので、その究極系がビジネスにおいていったら経営者の右腕かなと思ってるので、そういった存在になりたいと思ってます。なんで日本一かっていうところでいくと、世界一はちょっとぶっちゃけ想像できないので、まず日本一からクリアしていこうかなと思ってるみたいな感じです。で最後にアンダさんとのつながりをお話しさせていただきます。で僕の中でビジョン達成のための最高の環境がアンダさんだと思ってます。で大きく2つ理由があって、1つがクライアントのところで、もう1つが働く環境だと思ってます。クライアントがサロン経営者なので、その経営者に対して一番近いサポーターとして、まあ、ある種右腕みたいな形で価値貢献できるっていうところが1つ目で、もう1つ、まあ、ぶっちゃけこっちの方が大きい理由なんですけど、働く環境が圧倒的に魅力的だなとこの2日間通して思いました。社長とワンオンさせていただいて、明確な考えとか惚れ込むじゃないですけど、ものすごくいいかなと思っていて、でそれだけじゃなくて、周りの皆さんが本当に熱くて家族愛もありつつしっかり強いみたいなところで、ここで働けたらものすごく幸せに成長できるんだろうなっていうところで、ビジョン達成の最高の環境かなと思ってます。僕の中での理想はメンバーの皆さん全員の右腕になれたらなと思っていて、この右腕っていうのは投げられたボールとか与えられた課題だけをやるんじゃなくて、こういったことやった方がいいんじゃないですかとか、まあ、自ら提案していってどんどん価値貢献できたらなと思ってます。僕のお話以上になります。ご清聴ありがとうございました。皆さんからちょっと聞きたいことであったりとか深掘りしたいところを稲山君に聞いていただけたらなと思います。インターンをしていて、現時点で自分はここのアンダスの右上になれそうかなっていうふうに現段階でもいいので、ちょっとその具体的なことがあるので現段階でいくと難しすぎますね。パッと思いつかないんですけど、一つあるのが採用かなって思ってて、僕自身今就活生で、就活系の YouTube チャンネルでもインターンしてて、そういったところで就活生の気持ちだったりとか発信していく情報の、まあ、仕方みたいなところは一定やってきた経験があるので、まあ、ここだったら右腕というかまっすぐ組織に対して還元できるポイントなのかなと思います。昨日とこと一緒にお仕事させていただいて、テレアポだったり商談、あとはまあ一緒にビジョンプレゼンの壁打ちもさせていただいたんですけど、この2日間で一番成長したなと思うところあれば、まあ、一つができないことができるようになったところでいくと、まあ、テレアポのスピード感だったりとか、なんか自分に自信を持って話すみたいなところのやり方みたいなところはめちゃくちゃ成長できたかなと思っていて、 できるところが伸びたところでいくと、人に頼るみたいなところは今回もものすごくできたなと思っていて、そこそ牧田さんが、まあ、すごいいい雰囲気だったっていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ壁打ちさせていただいたりとかそういったところで皆さんのことを頼るみたいなところはもともとできてたし、今回も戻せずできたっていうところで、まあ、成長できたポイントなのかなと思ってます。アンダスの採用基準は皆さんも覚えてると思いますけれども、先輩メンバー全員がイナちゃんと一緒に働きたいと思うこと、あとは先輩メンバー全員がイナちゃんがもしアンダスに入ってきた場合、イナちゃんの成長に自分が責任を持つとコミットできること、これが条件だと思いますので、それについて聞いてみたいと思います。結果が出たということで、採用責任者の藤上さんから結果をお願いできたらなと思います。稲山さんの選考結果なんですけれども、
採用とさせていただきます。ただし、プレゼンはナイストライです。採用にさせていただいた理由なんですけれども、2日間稲山さんと一緒に時間を過ごさせてもらって、アンダスメンバー全員がですね、稲山さんと一緒に働きたい、あと稲山さんの成長に自分が責任持つというふうに全員がコミットできたというところがまず理由の一つです。2日間の関わりの中で稲山さんのその人の良さだったりとか、自分の思いをちゃんと言語化して伝える力、素直に人の意見を聞き入れられる力、そういったところが皆さんとても強化されておりました。ただプレゼンに関して言うならば、上手なプレゼンだったんですけれども、頭にはすっと入ってくるんですけれども、頭に入ってくることと心に響くプレゼンっていうのは違うよねっていうところで、心に触れるプレゼンっていうのを見たいなっていうふうに思ったので、もう一度アンダスメンバーと向き合っていただいて、それでプレゼンをしていただきたいなっていうふうに思いました。プレゼン本当に素晴らしかったです。頭に響くプレゼントとしては120点。人ってやっぱり頭に響くところと心を打つところ、この両方があった時に人は本当にこの人のために変わっていきたい、行動を変えようとかなると。で、稲ちゃんはこれからビジネスパーソンとして成長する上で心にも響くような素晴らしいビジネスパーソンだなというふうに見えるので、ナイストライを出させていただきたいというところです。感想の方お願いします。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。心に響くみたいなところは自分の成長課題というか、そこがもっとトライすべきポイントなんだなと改めて認識したので、どうやればいいかは全然分かんないんですけど、必死に皆さんに頼って頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。今回我々がお邪魔したアンダスさんの採用ホームページであったりとか、諸々のリンクが下の概要欄に貼ってあるので、よかったら皆さんチェックしてください。本日は皆さんありがとうございました。